座ってる。おお。さあ、分かった。来た。これがサーベルマスタードラゴンです。いやあ。よいしょ。クリジャー言いました。やっぱこの大阪で立ち寄るといえばもう天野。天野ですね、今回今井さんはどんなタックルでやれますか。サオはね、サーベルマスターのね、天野の 8-2 の MH という、これがちょうど硬い目柔らかい目の中間ぐらいのサオ、5タイプある中の真ん中ですね。真ん中ぐらいですね、ちょうど。僕はこのサーベルマスターの天野9-1、これで、なんか先調子なんで。そうですね、掛け調子ですね、ちょうど。まあ、じゃあ楽しみにやってみたいと思います。はい、頑張ります。お願いします。7月が発売予定で、サーベルマスター船天野っていうヘッドの部分がね、ちょっとスリムになっててですね、落ちるスピードが速いっていう特徴はありますね。それとこの天野のね、この後ろのところにこうえぐれてますけれども、その下に突起がありまして、この突起にエラのところをここへ差し込んで固定する方式ですね。でこれで針金をこう巻いていきますけれども、さっきの突起の部分に頭が固定されるんで、仕掛けを上げ下ろしするときにこの頭がですね取れて、こう結構左右にこうずれたりすることあるんですけど、それがないんでね、非常に扱いやすいし、餌もまっすぐなってるという特性がありますね。形状がスリムなので、天野が落下する降下スピードがとても速いです。同じ号数の天野を使うと10秒近く早くその水深につきますから、また速やかに巻き上げる。これ大体今井さん下からどのくらいですか、上げてくるの。上がってる時はね、そこから20メーターぐらい上でも当たることあるんですけど、多分そんなに今日は浮いてないと思います。10メーターぐらいで大丈夫だと思います。はい、下からね、天野をこうふっと持ち上げるような当たり出る時あるんですよ。竿先がふっと戻って、その時も合わせてもらえる、合わせたらかかる、持ち上げたら合わせて、そうですね、コンは少し待ってから、戻った時に。昔からの釣り方で言いますとね、まあ、ゆっくり巻きながら、竿の調子で食わせるというか、でちょっと柔らかめが主流やったんですけど、最近はですね、小さい当たりを拾いながらかけていく、当たりを拾って小さい当たり拾ってかけていくという、かなり先調子の竿が出始めてますよね。これはサーベルマスターのね、天野8-2ですね、MH の180という竿ですけど、このシリーズ5アイテムありますけども、それのちょうど中間ぐらいの調子ですかね。だから割にいろんな釣りに使えるというか、スロー巻きで当たりを拾いながら釣る釣りにも向いけるし、あるいは小さい当たりを拾いながら掛け合わせていく釣りにも使えるという、割に万能タイプだと思います。立ちをこれから始めようという方にはこのぐらいの調子の方が使いやすい竿だと思いますね。これがですね、このサーベルマスターシリーズの中でも一番柔らかい調子の竿ですね、天野の64の ML、 長さが190というタイプです。で、まあ、天野太刀魚の基本的な誘いの一つでスロー巻きっていうのがやるんですけど、
小さな当たりを拾いながら掛け合わせていくという釣りじゃなくて、ゆっくりリールを巻きながら、コツ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 当たり出るのを貯めていってですね、まあ半ば向こう合わせで掛けるというか、かかるというか、そういう釣りに向いた竿でしょうね。だからこの釣り慣れてない人にはですね、まあ釣りやすい竿と言えますか。それとあとはまあ竿全体調子柔らかいですから、掛けてからのやり取りが面白いですよね。さっき調子の竿よりは、引き味が楽しめるというメリットもあると思います。分かった。やっと来これは64ですね。64の ML190 渋いですね。今日はスロー巻きでずっと誘ってたんですけど、これは追ってくるというよりもなんか一発でゴツッときましたけどね。今度はですね、サーベルマスターテンヤの73の M ですね。長さが190、まあ竿の調子から言えばね、もう文字通り73の調子なんですけど、64よりは少し固め、82よりは少し柔らかめで、穂先の部分ちょっと柔らかくして食い込みをある程度重視してる。もちろんスロー巻きも対応できますし、掛け合わせもできるという、まあまあですから、このシリーズの中では、まあ、オールラウンダーって言える竿ですかね。どんな釣りにもこう向くようなタイプの竿やと思います。ちょっと地合いが来たいみたいですね。あー、かわいい、かわいい。今もうスローで巻いて止めて、スローで巻いて止めて、そうするとコツコツちっちゃい当たり出てましたけど、食い上げましたね。さあ、このテンヤを使った太刀魚釣り、太刀魚の当たりが来て、そして合わせる、巻き上げながら無事魚を取り込む、当たりを出すまでいろんな待ち方、操作の仕方があります。超スロー巻きで低速で巻いてくる、テクニカルレバーだけでゆっくり巻いてくる場合と、ハンドルを使って2、3回転巻いて止めて、巻いて止めて、また大きくしゃくりながら、いろんなしゃくり方がある中で竿を5アイテム用意しました。その中から一番使いやすい調子を選んでいく、こういったの魚をかけるまでのロッドの選び方もありますが、僕なんかは自分たちが釣っている南の海に行くと大きな太刀魚がいます。この太刀魚を同じテンヤで釣ってるんですけども、このテンヤの針がやっぱどうしても魚が大きくなると伸びてしまったり、バラシにつながるので、ロッドの調子、これは魚がかかってからを重視して選んでいます。そういった場合には比較的柔らかい7364、こういった竿でしっかりかけますが、やはりその針が伸びないようにドラグ調整しながら、ロッドのしなやかなその特性を生かして、なんとかこの同じ天野で大きい太刀魚を上げてくると。今回今使っている竿はサーベルマスター天野の91H の160、一番短いんですが、先調子の先端にグラスソイドを使った非常に小さな当たりが取りやすい、
そして掛け合わせやすい竿を使っていますが、この5アイテムの中から状況に応じて、また狙う太刀魚のサイズ、これに応じて選んでいくと、また太刀魚釣りが幅広く楽しむことができます。お、なんだよ、こん、お、当たったね、今。さあ、大丈夫、よかった。やった。当たりはしっかりね、伝わってきてるんですが、もう少しこう揺さぶってから合わせようと思うんですが、あまりにもね、水が冷たいとか船長が言ってましたけども、5つあるアイテムの中で一番硬い竿ですね。サーベルマスターのテンヤ82のエッジエッジというやつ。この穂先の部分はですね、硬いタフテック使ってますんで、テンヤに細かな誘いをかけたりとかですね、それから当たりも小さな当たりが出やすいという特性がありますね。小当たりを拾いながら積極的に自分から掛け合わせていく、そんな釣りに向いてると思います。哲也さん、そこで当たってる？下ですね。そこですか？はい。浮いてないですね。本当に小さいですね、当たりが。小さいでしょ？はい。イワシは残ってる。やっぱこのサーベルマスター船電屋のこの部分が餌をしっかりと固定してくれるんでね、何回かアタックしてきても餌が落っこちないで、やっぱ電屋に残ってれば、少しでも残ってればね、かかってくる確率高いんで、スリムで水切れがいいので、もう降下進行スピードが速いです。GI が来た時、また当たりの多い時、仕掛けの投入回数が多ければやっぱり魚がかかってくるチャンスも多いので、この沈降速度が速いっていうのはテンヤ釣りで最も大切かもしれませんね。あ、来た。うわうわ、ほんと当たりちっちゃい。もういけない。今回ほとんど海底付近で釣れてるんで、下から5メートル以内をもう速度の速い持ち上げ方で行くと、もう全然当たんないんで、ゆっくりですね巻いていくんですけども、もうこのホースマスターの300、400、この小さいサイズを使って、巻き上げ速度が1、この括弧の中の巻き上げ速度が1もしくは2、3では速いという状態です。とにかくリールの機能、どの機能がその時いいか分かりません。状況に応じてこのフルにリールの機能を使って、さらに自分の好きな調子、また釣り方を支えてくれる調子を選んで試してみてください。